どうも、YouTube オンライン男子ごさきチャンネルです。今日はね、大家さんからホタテ貝をね、大量にもらいました。どうやって見せたらいいんだろうっていうぐらいあるんだけど、ちょっと見てもらうか。これ、この袋にいっぱいに全部、ホタテ入ってます。だからね、総重量にして俺の感覚的に多分、まあ貝の殻含め7キロくらいあると思うこれをね、どうするかだね。ということで、まずは一つ私が、貝柱だけむき身にしてたんで、ちょっとこれだけ1個食べてみようと思います。まあとりあえずは刺身で1個食うのがいいかな。残り多分こんないっぺんに食えねえから、ちょっとまあボイルして取っとくとか、そんな感じになると思う。もう直接醤油を垂らして食べるかすごいなぁ、いろいろ。一つ、そんな大ぶりじゃないけど、いただきます超絶新鮮だわ。すごいね。さあ、どうしようか。悩むなぁ。むーなやだなぁ。どうしよう。生でちょっと今日食べるだけ食べて、あと全部ボイルかなぁ。どうしようかなぁ。考えるわ。とりあえず、たわしで一個一個こすって、貝を洗います。その後で、どれに入れたらいいんだろうな。でかい鍋で全部蒸しちゃおうと思うから、あ、もう先に7つくらい生で食べました。そうだな。まずはちょっと洗います。ちなみにホタテ貝鮮度非常に良くて、例えばあの中にこの貝柱を切ろうとすると、まあ茹でる場合はもう切んないんだけど、切ろうとするとこのようにね閉じてくる。これぐらい鮮度がいいです。いいですか、この開いていてこれやばいなって思ったらちゃんと閉じてくる、このこの鮮度です。まあとりあえずちょっと今日は茹でちゃうんで、この後ちょっとたわしで洗います。これ一個一個やってたら、これでもやべえことになりそうだな。でこれでもう、この鍋に入れて、あとはもう茹でる準備をしていきます。いやー、えぐい量あるな。でこのなんていうの、このぐるぐるしたやつは取ってもいいし取らなくてもいい。でカッターで取れるらしいけど、カッターで取る必要はないと思うわ、めんどくさくて。私の10リットル鍋に入れて、このどえらい量です。なんでどうかな、もしかするとね、これ蒸したというか、半分ぐらいまで水入れて、蒸そうと思ってるんだけど、蒸し煮ぐらいな感じにしようと思ってるんだけど、もしかしたらこれ溢れるかもな。ちょっとまあ、いや、とりあえずやってみるか。やってみます。すごい低い水位で水入ったんで、これから、蒸し煮にしていきます。元気だな。パカパカしてるわ。蒸して、どうだろう。沸騰してから10分くらいかな。ちょっと鍋でかくて沸騰してるかわかんないから、ちょっと長い時間かけてるけど、貝がね、ちょっと開いてきたのを確認してるんで、一旦ここで、蒸し茹で完了としようと思います。ちょっと火ついてる間開けてみるか、一回。あ、開いてるね、貝も。よしよしよし。多分できてるはずだわ。これで、皮と、いろいろと剥がす工程に移ります。よっしゃ、今回はちょっと、いろんな人にお裾分けをしようと思ってるんで手袋をつけてですね、やっていこうと思います。さて、どうだろう。あ、簡単に取れるわ。はいはいはい。あ、綺麗なもんだわ。取れるかな。あ、ちょっと残っちゃった。うん、大変上手に蒸せました。で、ここのうろだっけ、なんだっけ、ここの部分は
チガイの場合は食べられるらしいけど、でも苦いということなんで、ここは取ります。これってこの部分水洗いした方がいいんかな誰に聞いてんだって話だよなちょっと黙々とやっていくわ。ここから50個ぐらいあるけどやっていきます。無事に、剥き終わりました。ザルどうだろう、1杯分とは言わないけど、まあ、これぐらいグラム数にして多分どうだな、1キロあるぐらいかな多分。そして大事なのは、この茹で汁、これを一旦沸騰させてからこすと、まあ後から使えるホタテ汁ができるので、これも沸騰させる。ボイルまでさせたけど、とりあえずここからどうするかちょっとまだ考えてないんだよな。前に作ったクラムチャウダー超美味しかったから、クラムチャウダーでもいいんだけど、ちょっと考える。さて、お裾分け用のホタテくんを分けようと思います。まあ新しく手袋をつけて、この本当料理手袋便利だよね。俺が使ってるやつちょっと高いやつなんだけど、でもこれ便利でいつもこれ買っちゃうわ。ジップでロックします。どれぐらい入れりゃいいんかな。たくさんもらったからお裾分けしてますって言ったのに全然入ってなかったらちょっと悲しい気持ちになるよな。もうちょっと入れとくか。まあこんなもんかなあともう一パック。比較的見た目のいいやつを入れたいな。ボロってないやつを。なんかうまく取れるやつと取れないやつがあるんだよな。何が違うのか分かんない。火の通り具合でもなさそうだし、何かは分かんないけど、いけるやつといけないやつがあるっぽい。ちなみに一つは例のごとく熊子、もう一つは近所のね散歩会で知り合った、プロ の料理人の人というか、お店やってる人がいるんだけど、なんか普段ねいろんなものもらってるんで、まあ、たまには俺もなんか返そうと思ってこれをワンパックホタテ渡そうと思います。まあボイルホタテなんでね、そのまんま食べても美味しいです。まあ皮むき失敗したやつがいくつかあったんで、まあそれは食べたんだけど、こんなそんなにはやっぱ大きくはないんだけど、でもいける。いただきます。うまっ。素晴らしい、良質なタンパクってやつだね。で残りは保存して、何しようかな悩むけど、とりあえず保存しちゃいます。そして茹で汁今沸騰させてます。これはこれで、あとこれからなんだろうな、こして使うんだけど、何に使うかだよな、悩むね。まあとりあえず一旦こして冷凍かな、冷凍するんじゃねえかなと思います。さあ途中までもう準備しちゃったけど、このボイルホタテ、私がまあちょっと仕込んだボイルホタテ、これ 500g ぐらいあるんだけど、これは半分くらいね、まず、いつもの、長芋と、ニンニクで炒めたやつ、さらにまだ切ってねえけど、あ、ここにアスパラガスと、マッシュルーム入れて、これで、炒め物にしようと思います。そして、山芋くんたちを入れます。だいぶアウトしたけど、ちゃんと入れます。みりん入れる予定だったけど、みりんねえわ、買わなきゃ先入れるわ。明らかに入れすぎで、こう火が通ってるやつと通ってないやつがまばらになってるね本当は一面に引いて全部ちゃんと火通してからひっくり返すっていうのが王道なんですが、まあね、まあ、まあ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 ね、そこに今日茹でたボイルホタテを半分ぐらいドカーン、もうちょっとよっ、さらに
地中用に茹でてあった、ブロッコリー適当に、あ、全部入れるか、全部入れます。うん、大方、火が通ったっぽいんで、最後にオイスターソースをかけてガジャッと混ぜて出来上がり。でん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 。これで完成です。うん、よそって食べるか。これはホタテ、長芋、ブロッコリー、アスパラガスの炒め物、あとマッシュルームかも入った、炒め物です。なんであとはまあ適当にオイスターソース、バターなので味付けと、これだけで足りるわけないじゃないですかっていうことなんですよ。あとは炭火焼き鳥が 30% 引き418円だったんで、これも買いました。ちょっと食べ過ぎかな。まあいいでしょう。まあ、ホタテ、長芋、これをね、セットで食べるわけですよ。熱そうだな、熱いかな。うまっ。うん、うん、やっぱすごいね。青森県はすごいね。あ、ちなみにこの長芋ももらったやつなんで今日のメイン食材2つはもらい物でやってます。やっぱ青森ワンダーランドにおいてこういうのがもらえるってのがすごいな。うん、まあ今まで、まあ、人間関係が人付き合いがなかったってのもあるけど、うん、こんなにいっぱい物をもらえたことが未だかつてあったかという。今回はボイルから、ボイルというか茹でる工程からやったから、なんかちょっと達成感がちょっとあるな。うん、俺が作ったんだなっていう。残りは明日の朝食べるか。こんばんは、こんにちは、おはようございます、天の声です。まあ結局残りは朝食べて、行くことにしました。やっぱね、いいね、すごいね、なんかいろんなものがこうねもらえてしまうというのはあるよね。でもね、本当前にも言ったけど、こうもらいっぱになりすぎてしまうのもいかがなものなんで、その辺のこうバランスだよね。まあ普段からなんかみんなにこう物をおなんか分けるというかね、そういう習慣があるとか、受け取る習慣がもともとある人だといいんだけど、そういう習慣ほとんどなかったから、結構意識的に何かをもらったら、あ、これはたくさんあるし、他の人にもお裾分けをしよう的なね、まあ、そういったちょっと発想が浮かばないといけないなと、いや本当思ってます。まあそうだ、なんだろうな、そうじゃないとあれだよね、まあ、よくはねえってのもあるんだけど、まあ、自分の場合だとね、たくさんもらっても食えるんだよね、これがね、一人で何とでもなっちゃうから、なんかね、与えなくてもいいって言うと言い方おかしいけど、そんな気がしちゃっててね、だからちょっと意識的にそういう意識を持たないとね、ほんとね、ダメなんだわ。
な、最近さちょっとさ話変わっていい、ちょっと全然関係ない話でいいですか、あのちょっと今この話したいな、でも一回この話はまたちょっとあれだわ、また長い長いというか一本の動画、あ酒飲み雑談あたりがちょうどいいわ、その時に撮っときます。じゃあとりあえず、こんな風に美味しく食べました、ホタテ、あの大家さんにももらったやつなんでありがとうございました。結構腹たまんな、しかし焼き鳥もあるんだ俺は。炭火焼き鳥盛り合わせ、塩食べるか。まあということで朝からホタテ貝もらったんで急遽いろいろやったという一日でした。まあ焼き鳥は食べれるところまで食べると思います。それじゃあ皆さん元気で、ふにゃま、すごいな、ありがとうな。